すぐるん。はあ、やっと追いついたわ。すぐる一人でスタスタ歩いて行っちゃうからさ。チーズ、早く。回りそうだよ。足速いね、すぐるくん。なに、それ。変わった趣味だね。思わずフェイントかけたりしなかった？それをやったら怪しい人だよ。まあね。あ、でもこの前見かけたな。通行人をディフェンダーに見立ててドリブルしてたサッカー小僧。それにしてもすごい人混みよね。ほんと、こんな小さな島のどこにこれだけの人が隠れてたんだって感じ。そうだね、はぐれたらもう二度と会えないかな。夜になるともっとすごいんじゃない？花火か。真冬の花火もまたおつですな。ここじゃ夏と変わらないって。そうでした。でも今は花火より盆踊りよ。せっかく浴衣着てきたんだし。何その、いかにも社交辞令的な言い方は。気持ちが全然入ってないかな。綺麗って言われちゃった。社交辞令。そうそう。わかってるけど嬉しいものよ。争奪戦にならなくてよかったよね。浴衣のだよ。まあみんな趣味違うからな。そうよね。それにあの旅館浴衣いっぱいあったから。あかりちゃんの見立てはなかなかだね。だね。選んでくれたやつと自分の好みドンピシャだったしさ。さすがおかみって感心しちゃったわ。でもいざこうして歩くと隣の浴衣に目移りしたりして。そうなんだよな。女の差がですな。うん。すぐるくんも浴衣似合ってるよ。うん。うん？川原？でもすぐるくんもとっても素敵よ。うん、ちょっと大人びて見えるっていうかさ。本心。ねえねえ、そろそろ櫓の方に行こうよ。踊れるかしら、パヨン音頭。見よう見まねでなんとかなるって。
そうよね。んじゃ、行こう行こう。お、これがパヨン温度か。迫力あるの。うわ、難しそう。これって果たして盆踊りと言えるのかな。うん、このくらいならなんとかなるんじゃない。さすがみゆきちゃん、やらずしてなんとするってね。でもせっかくだもの、あの輪に入りたいわ。それは言えてる。それじゃあこんなとこでビビってないでさっさと入ろうよ。見学するよりやっちゃった方がすぐ覚えるって。うん、そうよね。よし、何事も経験だよね。スグル君、行こうよ。スグル君、スグル君が抜け出していくところが見えたから、バレるわよ、見てるもの。あ、ううん、なんでもないわ。ねえ、それよりスグル君はもうおしまい？え？ああ、そこね。スグル君ってこういうのそつなくこなしそうなのに。うん、エルボしちゃった人大丈夫だったの？そう。ねえスグル君、小さい頃ってあの櫓の上に乗りたいって思わなかった？私憧れてたのよね。え？そうじゃなくて太鼓よ。おかしい？ふう、一度でいいからやってみたい。リンのやつ、なんて美味しいことを。意外な組み合わせだけど、リンちゃんかっこいい。うん、悔しいけど、うまいね、リン。
私も頼んでみようかな。すぐる、こういう時はレディーファーストだよ。私もやりたいな。そんならじゃんけんで決めようよ。あのバチは私のものだよ。で店の数多いよね。何を食べればいいか迷っちゃうわ。うん、私はアンズ飴の方が好きなんだよね。あら、軽め焼きもあるのね。何？そうだよ。どうしても目がそっちに行っちゃうからな。栄養はちゃんと取れるしね。リンゴ飴のリンゴにバナナチョコのバナナとかさ。あれ？いいじゃんいいじゃん、一日くらいさ。そうよね、お腹が満たされればいいわけだし。スグル君、スグル君も軽め焼き食べない？うん、甘くて美味しいわよ。じゃあ行きましょ。ちょっと、どこ行くのよ、リン。軽め焼きよ、スグル君が食べたいって言うし。だったら私も行くよ。軽め焼きか、私も食べようかな。おう、う、別にいいけど。一人一人に鍋みたいなのとアルコールランプ渡されるからびっくりしたよ。自分たちで作らなきゃいけないなんて。でも甘くていい感じだよ。サクサクだよ。あっちゃー、リンのぺしゃんこ。作る工程間違えたんだね。おせんべい？いいわよ、別に材料は一緒だし。ありがとう。よかったね、りんちゃん。すぐるくんの手作りよ。さてはりん、あんた計算した？してないわよ。すぐるくんの手作り、もったいなくて食べられないかも。
それではこれからどうしましょうか。スグルさん、射的でもいたしませんか。けっ、ど下手なくせに。勇者法でドタマに風穴開けて差し上げましょうか。ああ、美里くん、貧乳メイドが私をいじめるのよ。何ですかその字は。瀕死の状態の父ってことに決まっとろうが。スグルさん、私から離れてください。この一発でその生身のシリコンともども怪人に返して差し上げます。何よその生身のシリコンってのは。今のトレンドは生理食塩水よ。なるほど、参考になります。それではお覚悟を。ミナちゃんも大変だね。はい、いつも式場先生スグル君の家に来ちゃうんでしょ。毎日この調子じゃね。でも仲良しらしいです。好きに。スグル、あそこのくじ引きに行こうよ。あそこの商品 PS2 だとかなんとかいうのもあるんだよ。あかりちゃん、抜け駆けする気かな。スグル君、二人で一緒に金魚すくいしない？リン、あんたまでなんでそこで二人を強調する。自分だって虎視眈々とチャンスを狙ってるくせに。うぐ。私は何でもいいけどね。するのさ、スクル。これから私と一緒に草むらにしけ込むんだよ。そんなことはさせません。マホロさん、とっととやってください。なんだ多勢に無勢ですね。スグルはあかりと一緒だよね。いいえ、スグルさんは射的ですよね。なんでいつもスグルばかりが。微笑ましい光景だな。俺には砂漠の荒野に見えるんですが。
ねえ、ミナワちゃん。あ、はい。アゴさん、俺と一緒に。わっしゃい、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 わっしゃい。祭りだ、祭りだ。わっしゃい、わっしゃい。どけどけ、みこし様のお通りで。心細くてどうしようかと思っちゃったわ。しかもすぐるくんに会えるなんて。あ、ねえ、これからどうする？スグル君だって上手じゃない。15匹目私だってあの頃よりは成長してるのよ。幼い頃のままの私だと思わないでほしいわ。スグル君はちっとも変わらないわよね。ことじゃなくて、もうわざとボケてる？だから優しいところとかよ。うん。それと鈍感なところも。やっぱりそれもわざとかもしれないけど、
よっ、これで16匹目だわ。ここの金魚全部取れちゃいそう。成長してるでしょ。例えば、どんな風に？生まれた時から女の子よ、私。え？やだ！そんな例え方しないでよ、スグル君のエッチ。え？そう？スグル君にとって私女の子なのね。だってすごく嬉しい言葉なんだもの。私にとっては金魚をくれたスグル君も今のスグル君もずっと男の子だったから、だからスグル君が私を女の子としてちゃんと見てくれるようになったこと、恥ずかしいんだけどすごく嬉しいの。言ってる方も照れくさいわ。そうね、そろそろ行きましょうか。なんだ、もうやめちまうのかい？あ、はい。全部すくっちまうと思ってワクワクしてたんだがな。まさか。ま、久々に楽しませてもらったよ。あんたらの会話ともどもね。すぐって話してるからね。若い頃思い出しちまったよ。あの、この金魚戻していい？お、そりゃ助かるよ、嬢ちゃん。ええ。楽しい青春を送るんだぜ、二人とも。恥ずかしかった。やっぱり恥ずかしい会話だったのかしら。私は嬉しいけど、何が恥ずかしくて嬉しいのかな。お二人さん、ずいぶんごゆっくりだったね、リン。楽しいひとときだったけど。くぅ、みゆきがはぐれちゃうのが悪いんじゃない？はぐれたくてはぐれたわけじゃないよ。
日頃の行いの違いかも。リン、みこしさえなければみんなで遊べたのにね。そうだ、あのみこし集団め。せっかく勇気を振り絞って誘おうとしたのに。お前も日頃の行いが悪いからだな。うるせえ。私はそれなりに楽しめたが。俺たちと三人だけでですか。ああ、おかりなんてマホロと一緒だったもんね。最悪。それはこっちのセリフですよ。